はいどうも、世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。メイクセンス。今回アメリカはロサンゼルスに来ております。LAPC っていうポーカーの大会があって、まあそれに参加しに来ていますと。僕はね、まあ今回だったらロサンゼルス、先月までだったらオーストラリア、まあ、来月はモンテカルロみたいな感じで、世界中のカジノを、旅してるわけですよ。ギャンブルで生計を立ててるんですね。まあそんな生活をかれこれ、6年間ぐらいやってるんですよ。でもこんな横澤っていう人間もですね、普通に人生歩んでいく中で、まあいろいろあって、今こういうプロギャンブラーっていう生活をしてるわけなんですね。まあなんで今回は、プロギャンブラー横澤の半生を語ってみようと思います。コメント欄でどっからこんな金が湧いて出てきてるんだみたいな話とか、横澤は社長らしいみたいな噂だったりとか、横澤何者なんだみたいなコメントがまあいっぱい来るわけですよ。まあそういう疑問にもう全てこの動画で答えようと思うので、横澤が何者か知りたい方、まあ知りたくない方もよかったら最後まで見てもらえたら嬉しいなと思います。レッツ反省ってことで、ちょっと違う。世界の横澤正人は1992年12月10日に横浜市にて生まれました。まあお父さんお母さん、兄貴、僕の4人家族ですよ。今でも仲がいい家族です。母親がアパレル系の自営業をやっていて、父親がエンジニアだったんですよ。横澤家はサイバー家族みたいな感じのとこあって、僕もサイバーキッズだったんですよね。小学校、中学校ぐらいまではパソコン触りまくってて、小学校2年生ぐらいの時にはもうブラインドタッチできるようになってたし、小6ぐらいでは自分でホームページ作ったりとか、中1ぐらいの時にはちょっとしたプログラミング言語、パソコン大好きっ子でした。ずっとパソコンだけやってたみたいな感じに聞こえるかもしれないですけど、剣道とサッカーとちょっとスイミング通ってみたりとか、いろんなことちょっとずつ手出していく飽きっぽい子供でしたね。まあ、そんなサイバーキッズな小中時代を送りました。偏差値50あるかないかぐらいの高校に入って、軽音楽部に入ってギターとか弾いてバンドですね、あとは応援団長やったりとか、目立ちたがり屋な3年間でしたね。普通に楽しい3年間送りました。毎日なんかカラオケしたりボーリングしたりダーツしたり、ちょっとね楽しすぎて3年目ぐらいで危機感を覚え始めて、横澤はこのまま人生こんなんでいいのかなみたいなふと思い始めて、ちゃんとした大学とか入った方がいいかなみたいな、で3年生の時に思って勉強を始めて大学受験するわけです。で一番入りたかった早稲田大学っていう大学に落ちちゃったんですけど、立教大学っていう、まあ、池袋にある大学に無事入学することができまして、で僕はこの時のモチベーションとしては、まあ、高校3年間めちゃくちゃなんか楽しい3年間過ごしちゃったんで、もう頭は意識高い系になったわけですよ。大学1年生にしてすごいちゃんとした大人にならなきゃみたいな、まあ、ちょっと空回りしてたところがあって、大学入ってすぐにちょっとこれ違うかもなって思い始めたんですよね。楽しむモードじゃなかったんですよ、僕が大学をあんまりまあさらに言うと、割と最初の1ヶ月目でこの4年間僕大学行くのがしんどいかもしれないって思い始めていて、でなんでかっていうと、課題をやるとか出席をするとかそういうのがそもそも苦手な人間だったんですけど、大学入ったら、まあ、そういうのができるやつがいっぱいいるわけですよ。横澤はもしかしたらこれ苦手かもみたいな、大学入って3ヶ月ぐらいで思い始めて、もしこれこのまま頑張って4年間通って卒業することができたとしても、その後社会出てから40年間とかのスパンで働かなきゃいけませんと、無理かもって思ったんですよね。苦手、得意な人がこんだけいるんだったら、わざわざ苦手な僕がここで頑張る必要はないんじゃないかっていう風に思い始めて、就職以外の生き方を探そうって思ったのが、まあ、18歳の時ですね。思い立ったが吉日ということで、株式会社を立ち上げたんですよ。で、会社って意外と、なんか30万円ぐらいポンって払ったら、誰でも作れるんですよ。社長になりたいっていうシンプルなモチベーションで会社を作りました。まあ当時の僕バカなんで、会社作ったらなんか仕事があるのかと思ってたんですよ。でもまあ当然なくて、ただただ作っただけみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ一応そっからなんかビジネスを始めようってことで、大学生が思いつきそうなビジネスなんですけど、飲食店の仲介みたいなこととか、イベントの会場を貸し出すみたいなことをやり始めて、でもこの1年間は全然お金稼げなくて、まあ当然バイトしたりとかもしてて、居酒屋、マクドナルドのバイトみたいな、イベントスタッフ、もう10個以上やったんですよ、バイト。で、この時に、プロギャンブラー人生の片鱗が出始めてたかもしれないですけど、パチンコめちゃくちゃやってましたね。まぁ、ちょっと勉強したら結構、パチンコって勝てるものなんで、当時18歳の僕はパチンコちょっと勉強して、まぁ、そんなにボロ儲けではないんですけど、時給1300円とかを、まぁ、月100時間やって13万稼ぐみたいな、プチギャンブラーみたいなこともやってました。っていうのを、まぁ、1年間から2年間ぐらいやっていたんですけど、19歳の時に、ふと思い立って、そういえば俺ってめちゃくちゃパソコン得意だった記憶があるなっていうことをやっと思い出して、もともとその小中学生の時からパソコンを使ってお金を稼ぐってことは実はちらほらやっていて、アフリエイトっていう広告だったりとか、19歳の時に企画サイトの事業を始めたんですよ。
そしたらこれがまあみるみるすごいこううまく順調に進んでいって、月の売り上げは1000万とかで、まあ当然その人も10人ぐらい雇ってたし、オフィスを借りて家賃払ってとかやっても僕の手元に毎月200万円ぐらいは入ってくるみたいな感じの環境が19歳の時にはもう出来上がってたんですよ。まあこの時の僕はもうとにかく調子乗ってましたね。新宿で一人暮らしを始めたんですけど、ラトゥールグランドっていう家賃24万円かな家でいきなり一人暮らし始めたりとか、まあ、なんかもう無敵だと思ったんです。とにかく俺19にしてこんだけ稼いで俺すげえみたいな、とにかく調子乗ってて、でもやっぱその調子乗った生活もそう長くは続かねえってことで、20歳になった時ぐらいにですね、めちゃくちゃ大きな悪い意味での転機を迎えて、結論から言うと雇ってた税理士さん詐欺師だったんですよ。何も僕法律のこととか税務のこととか分かんないんで、雇ってた税理士さんに全部任せてたんですよ。そしたらその人が実は詐欺師で税理士免許持ってなかったんですよ。そんなことあるって感じなんだけど、今でこそねこうやって騙されたんですよとか言えるんですけど、当時騙されたことにすら気づいてなくて、その人が詐欺師だっていうことに気づいたの2年後で、まあ、ヤフーニュースで逮捕されてるの見て、あ詐欺師だったんだみたいな思ったんですけど、お金を取られたとかじゃなくて税務に関することとか全部彼がやってたんで、法的にも事業を全部持ってかれたし、お金も法的に全部持ってかれたし、なんなら負債も負わされたし、物理的に金庫に入ってたお金も持ってかれたしみたいな、とにかく全部なくなっちゃったんですよ。で、横沢は借金4000万ありまして、その時点でこれが僕の20歳の時の第一次どん底期です。家も解約して実家に戻ろうかと、まあ、借金返すために何かしなきゃいけないよなと思いつつも、仕事するにもあんまり5000万借金負ってるし、なんかやる気湧かねえみたいな時期だったんですけど、この時に実はポーカーっていうゲームに出会うんですね。で、きっかけは当時一緒にその仕事とかやってた仲間が、横沢がまあ落ち込んでるのを知ってて、飲み行こうぜみたいな誘ってくれるわけですよ、おごるからさみたいな。その友達の一人がポーカーっていうゲームが今おもろいらしいみたいな感じで僕に教えてくれて、へーみたいな、まあそんなのあるんだみたいなテンションでやってみようぜみたいな。4人ともルール知らない状態でみんなでルールブックみたいな見ながら、この軽いノリで始めたポーカーが割と本当にルール覚えて30分ぐらいで、俺もしかしたらこのゲームやるために生まれてきたのかもしれないぐらいの運命力みたいなものを感じたんですよ。僕でも人生今までこういうことって一回もなくて、今まで話したようにいろんなことやってきたんですよ、まあ、サッカー、剣道、まあ、水泳、パソコンもそうだし、サイバーキッズだった時代は FPS っていうゲームで日本6位とかまで行ったこともあるぐらい、ゲームもそうだし、まあ、いろんなのやり込んでたんですよ。やり込んでたんですけど、この感覚って初めてで、当然会社やってた時も調子は乗ってましたけど、俺は会社経営するために生まれてきたなとまでは思ってなかったんですよね。後から言語化すると、当時僕がそう思った一番の理由っていうのは、まあ、みんな一斉のせいでルールを覚えるわけじゃないですか。僕だけ異常にこの進行が早かったんですよ。まあ、戦略に関することだったりとかも、ある程度こうすればこうなるんじゃないかなみたいなことが分かったりとか、あと確率、この手とこの手が戦ったら何パーの確率でどっちが勝つみたいな確率とかをなんとなく体感で、まあ、こんぐらいかなって思ったのが、実際にその計算してみたらそうだったりとかっていうのが多くて、確率的な感覚だったりとか、せーので始めたからこそ分かるわけですよ、差が。経験とか関係ないん で、この差がめちゃくちゃあるってことは自分に向いてるゲームなんだなってことが多分分かったなと思います、体感的に。しかも調べたら当時ね、ポーカーに関するその勉強の教材だったりとか全然なかったんですよ、ネット上に。それって結構すごいことだなって思って、ネットで検索したら今何でも分かる時代じゃないですか。勉強できるものがあった方がいいっていう風にみんな思うかもしれないですけど、絶対これない方が良くて、勉強できるものって。なんでかっていうと、勉強できる教材がないってことはその分差がつきやすくなるんですよ。参考書とかがある大学受験とかっていうのはある程度やっぱやった量でその差って出ちゃうんですけど、教材がないってことはその人の、まあ、才能だったりとか、まあ、かなり差をつけやすい分野になるわけですよね。で、ポーカーは本当に僕が始めた当初特にそうだったんで、これはめちゃくちゃ俺強くなるかもしれないって思って結構本格的にポーカーの勉強を始めたんですよ。覚えたその日のうちからのめり込むようにやって、二十歳になったほんとすぐ後ぐらいからハマり始めてやったんですよね。まあそんなポーカーに出会ってのめり込んだんですけど、1ヶ月後ぐらいに誰かに聞いて、 AJPC っていうポーカーの大会があるらしい。まあ、実は横沢チャンネルでもこの大会参加したことあるんですけど、何それ、しかも参加しただなのに、行く行くっつってルールを覚えて1ヶ月の横沢は AJPC に参加したんですね。これが僕の人生初ポーカーの大会したら、まあめっちゃ人がいっぱいいるわけですよ。今まで見たことないぐらいポーカーしてる人がいて、ポーカーやってる人ってこんなにいるんだって、まずその時結構衝撃を受けて、なおかつ大会っていうもの自体が初めてだったんで、ルールもいまいち分かんなくて、なんかどんどん上がってくんだけどとか、なんかどんどんいなくなってくんだけどみたいな、右も左も分かんない状態でポーカーをプレイして、予選突破することもできず、あの儚く30分ぐらいで死んだんですけど、おもれーって思って、ここでさらにこんなにいろんな人がポーカーやってんなみたいな。当然僕覚えて1ヶ月なんで、僕より上手い人もたくさんその場にいたわけです。ポーカーこうやってできる AJPC みたいなって他にもいっぱいあるんじゃないかと思って調べたら、アミューズメントポーカーっていうお金かけないでポーカーできるそのポーカースポットみたいなのがもう7年前からちらほらあって、今ほどはないんですけど通い始めましたと。アミューズメントポーカーには本当にすごい今でも感謝していて、
なんかそういう場所がなければ多分ここまでポーカーにのめり込んでたかどうかも分かんないし、ポーカーしたいなって思った時に行ける場所があったんですよ。実際そこに行ったらいろんな人がたくさんプレイしていて、で僕もポーカーっていうゲームによりのめり込んでいって、今まで一人で勉強していたのが、そのいろんな人がいたんで、ポーカーに関するね、座談会みたいなのをしたりとかしていて、ポーカー強くなりたいっていうモチベーションが強い人が多かったんですよ。まあ理由としては多分本当に教材がなかったからだと思います。教材がないからこそ、みんなで話し合って、どうやったらもっとその上手くなれるかを、日々切磋琢磨してたんですよ。出したら週8ぐらいでアミューズメントポーカーに通って、その場にいる人たちで、どうやったらもっと上手くなれるんだろうみたいなこととかを話し合ったりとか、もう毎日毎日ポーカーしては、まあその後、検討会みたいな、やってました。まあ当然、お金稼がなくちゃいけなかったんで、バイトみたいなことやったりとかもしてたんですけど、まあ、この20歳の1年間はほぼほぼポーカー 100% みたいな。そんなこんなで21歳の誕生日を迎えたわけなんですけども、カジノって21歳から入れるようになるとこ結構多いんですよ。プロなるかって思ったんです。21歳の誕生日迎える直前ぐらいに、まあ、元々この20歳でポーカーを覚えた時からなんとなくこのゲーム俺一生やっていくんだろうなっていう風には思っていたし、個人の投資家から4000万借金してたんで、お金を出してくれてる人たちに、子さーちょっとポーカープロになろうと思います、そこでお金を稼いで4000万の借金返しますっていう本気で言いに行ったんですよ。それまでね、4000万の取り立て厳しかったんですけど、なんかポーカーやるよって言ったらみんな納得してくれて、いいんじゃないみたいな。もう不思議な話ですよね。金返せ金返せって言ってた人たちがいきなり優しくなって、なんか今考えたら僕がポーカーやることって周りからも結構いいんじゃないみたいな思われてたのかもしれないな。まあなんか一応親にも言って、まあ好きにすればみたいな。12月10日に誕生日を迎えると同時に、僕はプロポーカープレイヤーになりますっていうふうには一応宣言して、周りにいる人に。12月13日くらいかな、 WPT コリアっていう記念すべき第1回戦参加費30万円の大会があったんですけど、なんか優勝しちゃったんですね、これに。人生初トーナメント、人生初優勝みたいな。今考えたら本当にただただラッキーなんですけど、賞金が10万ドルジャスト、当時1200万円くらいだったんですけど獲得しまして、ここから僕のポーカーキャリアがまあ始まるわけですね。これも結構コメント欄で聞かれるんですけど、横澤さんはいくらから始めたんですかって聞かれるんですけど、僕この韓国に持ってった資金は100万円です。30万円の大会出るつもりだったんで、まあ、100万あれば十分ですよね。この100万円から交通費とか宿泊費とか出して、当然この100万円も人から投資してもらったお金で、それを元手に韓国に行って、まあ、1200万に増やしました。投資家の人たちに対して、まあ、当然1200万取ったんで、返せるお金は返してポーカープロのキャリアを始めました。マカオ、あとラスベガスかな、この2つの国をメインにキャッシュゲームめちゃくちゃやりました。プロ1年目からキャッシュゲームはかなり勝ちましたね。だいたいまあ時給1万円いくかいかないかぐらいかな、月200万ぐらい。まあ当然そこから経費とか出さなきゃいけないんで、まるまる200万ってわけにいかないんですけど、まあでも結構な金額ですよね。でトーナメントにも出つつだったんですけど、トーナメントはあんまり鳴かず飛ばずでしたね。3年間、まあ出てる大会も今と違って安いのばっか出てたんで横ばいみたいな感じ。実はヒロキとの出会いはこの時ぐらいで、僕が WPT を勝った直後ぐらいですかね。21歳ぐらいの時にヒロキと出会いました。出会いはですね、今でも結構鮮明に覚えてるな。トーナメント優勝して、横沢が WPT 勝ったぞみたいな。で僕すごいアミューズメントポーカーいろんなとこに行ったんで、横沢おいでおいでって言えば呼んでもらって、アミューズメントポーカーに遊び行かせてもらったりしてるわけですよ。でその遊び行ったアミューズメントポーカーの店で、店長さんが、あ、ヒロキくん横沢くん来てるよみたいな。ヒロキが、あ、横沢久しぶりっていうテンションで現れて、いや誰やねんみたいな。いや会ったことあったっけみたいな。って言ったら、いやないよって言われて、じゃみたいな。っていう感じで消えていって、何今のうざおくんみたいな。ファーストインプレッションめっちゃうざかった記憶ありますね。まあただ後日談なんですけど、なんか僕とその初めて会う前に、僕がポーカー優勝したよみたいな記事をそれ見て、こいつは仲良くなるだろうなっていう感覚がヒロキの中であったらしいんですよ。印象に残してやろうと思ったらしくて、そのトリッキーな戦略にハマっちゃったんですけど、すごい印象深くてヒロキの存在が、まあ最初の印象こそ悪かったんですけど、まあ何回かその会う機会があって、その後まあ会っていくうちになんか次第に仲良くなって、あんまりポーカーもしなかったかもしれないな。当時はカラオケ行くとかボーリングするみたいな、本当に大学生みたいな遊びをしていて、海外僕その住んでる時間が長かったんですけど、3ヶ月に1回ぐらい日本に帰ってきてたんで、その時にまあヒロキと遊ぶみたいなことがありました。まあそんな生活を3年間続けて、24、5歳ぐらいの時にポーカーに対する伸び悩んでる時期があったんですよ。でこの頃にその4000万あった借金ももうほぼほぼ全部なくなってたんですよね。まあ、借金もなくなったし、ポーカーするモチベーションがちょっとなくなっていて、1万時間やったら、まあ、やっぱ人は飽きるわけです。それがしかも自分が超強くなってるって思ってる1万時間だったら、もしかしたら飽きなかったのかもしれないんですけど、止まっちゃったんですよ、成長が。これ以上強くなんないかもなって思い始めて、ポーカー以外のこともやんないと持たないかもって思ったんですよね、自分のメンタルが。まあ証拠にもせずこの時にまた会社を立ち上げようっていう風に思って、本当にやめとけよって感じなんですけど、その時に立ち上げた会社は開発会社
まあ、やっぱ僕サイバーキッズだったんで、やっぱサイバー系の方がうまくいくっていう感覚はあったんで、ホームページ作ったりアプリ作ったりみたいな会社を立ち上げたんです。なんか例のごとくなんですけど、最初めちゃくちゃやっぱうまくいったんですよ。発注額5000万とか1億みたいな案件をポポポポンって取ることができて、今考えたらでもポーカーやってたおかげはあるかもしれなくて、ポーカーやってる人ってやっぱお金持ち多かったり社長さんが多かったりするんで、まあ、人脈とかをうまくつないで仕事もらったりとか、海外生活長かったおかげで英語もちょっとだけ喋れるようになってたんで、韓国の企業とかフィリピンの企業とかと一緒になんか組んで仕事をしたりとかっていうのもやっていて、この時はめちゃくちゃ順調でした。会社は半年ぐらいで売上1億超えたし、この時また僕は調子に乗って、やっぱ横沢は経営だなみたいな思ってて、バカなんですけど、まあ、あんまポーカーしなくなって、この時に半年ぐらい経った頃には前回よりも規模大きくなってて、エンジニアが20名ぐらいいて、六本木に調子乗ったオフィスを借りて、リッチマンプアウーマンっていうドラマ僕すごい好きだったんですけど、ああいうオフィス作りてえって思って、壁に文字書けるオフィスってあるじゃないですか、床にそのまま座って仕事できるみたいな、ヨギ棒とかみたいな、あれかっけえなって思って、そういうオフィスを六本木に作ったんですよ。なんと内装費2000万。バカまあそういう超立派なオフィスを作って、もう俺らはここから上場を目指してやっていくぜみたいなっていうテンションで、まあ、会社をやってたわけですよ。人も増え、売り上げも増え、3億の開発案件とかをもらって順風満帆やっていうのをやってたんですけど、もうね、皆さんお気づきかもしれないですけど、調子乗ってると横沢は大体ダメで、この会社もなんとね、すぐ潰しちゃうんですよね。これ潰した理由っていうのが、まあ、これもまた証拠りもせずに、まあ、詐欺に遭いまして、まあ、詐欺っていうか、これに関してはもうなんか僕がアホだったんですけど、その大きい開発案件をくれてたクライアントが開発費を払わず飛んだみたいなのが2個連続で立て続けにあって、ポンポンっていつまで経ってもお金振り込まれないみたいな状況が続きましたみたいなのがあって、1年から1年半ぐらいでお釈迦になっちゃいました、この会社も。調子乗ると横沢がダメっていうのもあるんですけど、やっぱりこの時に感じたのは、まあ、自分は何者でもないんだなってことにやっと気づけたのが失敗から得た教訓ですね。世間一般にある怪しい話っていうのは大体そういうね、スケールでかい話なんですよ。なんで身の丈に合ったことをしなきゃいけないんだなっていうふうに思い始めたのがまあこの時期ですね。本当にこの時はめちゃくちゃ金がなくて、全財産20何円しかないみたいな時期があって、電車乗れないぐらいだったんですよ。だからヒロキになんか誘われて、金なくて行けねえっつって、本当に所持金何十円みたいな状態でお金がない時期がありましたね、この時は。こんだけ、まあ、お金もなくなって、まあ、僕は何者でもないことに気づかされて呆然自失だったんですけど、そんな僕にもポーカーだけは残ったんですよ。俺にはポーカーしかないのかもしれないな思い始めて、ヒロキにもそれは言われたの今でも覚えてますね。横沢お前にはもうポーカーしかねえんだと。確かにみたいな。でこの時に YouTube やろうよって話をヒロキにされたんですね。まあ、僕も YouTube やりたいっていう気持ちがあって、トントン拍子でじゃあチャンネルを作ろうっていう話になって、世界の横沢チャンネルが爆誕したわけです。僕にはポーカーしかないっていうのはもうこの時点でやっと分かったんですけど、ただポーカーは僕がやるだけじゃ正直意味があんまり見出せなかったんですよ。でも YouTube で僕がポーカーやってるところを動画にすることによって、ポーカーってもっと流行らせられるんじゃねえかみたいな話に僕とヒロキでなったわけですよ。だからこの横沢チャンネル立ち上げたきっかけっていうのは、僕とかヒロキがポーカーとかギャンブルの生活をしていく中で、ポーカー人口を増やしてみたいなところが一番根源にはあるんですよ。最初にその撮った動画っていうのが10万円企画の動画ですね。ドイツに、まあ、連れてかれちゃうみたいな動画を撮りまして、今その動画見てもらったら分かると思うんですけど、金なかったんですよ僕ら。今でこそウーバーで空港まで行ってビジネスクラス乗ってみたいな感じのことしてますけど、その時はね、電車で湘南新宿ライン乗ってますから、当然エコノミーで海外まで行って、資金も10万円ですからね。今でこそ2000万とか持ってきてますけど今回この時からポーカーと YouTube みたいな生活を始めました。まあ、ただやっぱり金もなかったんで、この時はまだポーカーの割合が圧倒的に高かったですね。不思議と僕ね、ポーカーめちゃくちゃ強くなってたんですよ。でそれなんでなんだろうなって思うと、これ以上強くなれないなっていう挫折でポーカーから離れた僕なんですけど、一回離れたことによってポーカーへの逃げ方とかがすごい変わったし、生活するためにポーカーやってるとプレイ時間が長くなっちゃう。どうしても8割9割プレイするで1割2割勉強するみたいな人が多いと思うんですけど、僕が会社やってた時期のポーカーに対する捉え方は、プレイする時間があんまりなかったんで、勉強する時間が8割ぐらいだったんですよ。これが多分めちゃくちゃ功を奏したんだろうなって思ってて、やっぱ勉強する時間長かった分一気に伸びたみたいな。 YouTube とポーカーを本格的にやり始めてから、ポーカーも昔よりもすごい勝てるようになって、キャッシュゲーム時給2万円超えるようなこともあったり、月、まあ、400、500万稼げちゃうぐらい、まあ、ポーカー勝てるようになっていて、 YouTube とポーカーを両立する生活っていうのをまあ1年間ぐらいやりましたね。実はね、この YouTube なんですけど、横沢チャンネル全然動画上げないチャンネルだったんですよ、実は。なんか半年間上げないみたいなこともあって。で、これなんでかっていうと、サボってたわけじゃなくて、動画は撮ってたんですよ、実は。こう出してる動画の裏に、ボツになった動画が実は10本以上あって、
取ってはボツにして、取ってはボツにしてみたいなのを繰り返したんですよ、1年間。僕もヒロキもマジで右往左往してて、俺らは一体何の動画を撮っていいんだみたいなのが結構長い間続いていて、今考えたら恥ずかしいような動画ばっかなんですけど、企画が。催眠術師に催眠術かけられたら、デスソース辛くなる、くなる説みたいなとか、犬に FX させたら勝てるのかみたいなとか、築地の吉野家の牛丼は何杯でも食える説とか、わけわかんない動画をいっぱい撮って、世界の横澤チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、横澤です。ひろき、じゃあ今日は日本一の吉野家と普通の吉野家では食える量が違う、メイクセンス。なんか違うな、なんか違うなって言いながら試行錯誤してたんですよ、 YouTube に対して。右往左往しながらもいろんな動画撮ってたんですけど、ちらほら出せる動画っていうのもあって、まあ有馬記念勝ちましたみたいな動画とか、ペイペイでなんちゃらみたいなとかをちらほら出してたんですけど、見え切らない感じのところがあって、なんですけど僕が去年の1月に韓国のね大会で優勝いっぱいしたんですよ。まあ千何百万の賞金を取りましたっていう動画が上げさせてもらったんですけど、まあその動画がですね、めちゃくちゃ再生回数再生していただいたんですよね。その動画ぐらいで、あ、俺らがやらなきゃいけない動画ってこういうことかもしんないってやっとなんか分かり始めて、ここでやっと横澤チャンネルの方向性が固まるんですよ。まあ、そういう動画が一番やっぱ効果流行らせるために作らなきゃいけないコンテンツだよねと。まあ、そんな動画をこの1年間こうやってたくさん上げさせてもらったんですけど、まあ、少なからず効果が少しずつ流行っていってるんじゃないかなっていうのは僕もヒロキも感じていて、そのね、横澤チャンネル見て効果始めましたみたいなこと言ってもらえることもすごい多くなりましたし、横澤チャンネルで効果に興味持ってお店に来てもらったっていう、それこそアミューズメント効果の人とかにね行ってもらえることも最近すごい増えていて、もう本当にありがたい限りで、まあ、今後も横澤チャンネルっていうのはもともとその立ち上げた時のコンセプト、効果を流行らせようっていう思いっていうのは変えずにやっていきたいなって思っていて、僕が始めた時もそうだったんですけど、ポーカーってやっぱとっつきにくいんですよ。やっぱギャンブルだよねっていう、ブラックなイメージがどうしてもね拭えないと思うんですよ、ポーカーって。まあしょうがないと思うんですけどね。なんですけど、このちょっとブラックなイメージのあるポーカーっていうのを今後はもっと爽やかなものにしていきたいっていうのがすごいあるんですよ。全然別に黒い要素ないんですよ、ポーカーって。本来はもう本当に老若男女、国も性別も年齢も問わず、いろんな人が集まって楽しくやるのがポーカーのやっぱ醍醐味だと思っていて、日本ってやっぱそのイメージまだまだないなって思うんですよね。だからこうやって世界中のカジノだったりとかポーカーの大会とかっていうのを映していく中で、ポーカーが爽やかで面白いっていう風なものだとみんなに思ってもらえたらいいなっていう風に僕もヒロキもまあ思ってるわけです。まあ、とはいえポーカーを身近なものにしたいっていう思いはあるんですけど、まあ、こうやって言われても結論最初何をしたらいいのとかやる場所もないと思うし、まあ、横澤チャンネルを見てポーカーに興味を持ってくれた人とかにポーカーを始めるきっかけみたいなのを与えるっていうのも今後はやっていきたいなっていう風に思ってます。まあ、具体的にはアミューズメントポーカー、それこそ僕は本当にアミューズメントポーカーに通うことで今の僕があると思ってるぐらいなんで、アミューズメントポーカーみたいなものを作って、ポーカー初めての人たちがポーカー勉強したりとか楽しくやれる場所を作りたいななんてことを、まあ、ヒロキと喋ったりもしてます。というわけで非常に長い動画になりましたが、この反省は大体伝えられたんじゃないかなと思います。こんな話親にもしたことないってことぐらい結構詳しく話したんで、まあ、いろんなあった人生ですけど、本当に結論ね、こうやってポーカーっていうゲームのおかげで今の僕があるし、このポーカーっていうゲームに対する恩返しをしたいみたいな、ちょっとカッコつけすぎかもしれないですけどね、やっぱ向き不向きっていうのが人には絶対あるんで、僕はポーカーが向いていて会社経営が向いていなかったし、皆さんもそういうの絶対あるんですよ。俺はこれ向いてないかもしれないとか、このフィールドでは戦ってても僕は勝てないかもしれないみたいなっていう人いっぱいいると思うんですけど、まあ、そういう人にいろんな選択肢を持ってほしいっていう思いもあります。ポーカーやることによってなんか違う世界が見えたりだとか、自分に向いてるもの向いてないものっていうのが分かるかもしれない。もしかしたらあなたにとってポーカー向いてないものかもしれないです。なんですけど、やっぱそういうのを知るきっかけにもなってほしいし、こういろんな世界があるんだよっていうのを今後もね皆さんに引き続き伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます。横澤らしからぬ真面目な動画になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、この動画見てまだ横澤のことがここが分からないみたいなあったら、まあ、コメントしていただければ、てかね、質問動画みたいなのもやろうと思ってるんで、みんな聞きたいことあったらよかったらコメント欄に書いていってください。では最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価していただきまして、今後とも世界の横澤そしてヒロキの冒険の旅を見守っていただけたらと思います。ではまた次の動画で、じゃあねー。